今回はこの文字の読み方を練習していきます。ではまず、この文字の読み方のお手本を見てみましょう。口の動かし方をよく見てください。まず、正面の唇の動かし方を見てみましょう。では次に、横から取った唇の動かし方も見てみましょう。今聞いた音は、この発音記号で表します。この音を発音するときは、まず舌の先を上の歯茎に近づけます。このときに舌が歯茎につかないように注意してください。続けて、声を出さずに息だけを出すようにしましょう。それでは、もう一度お手本を見てみましょう。Let's practice sound. Cats, boots, books, ducks, hats, lips, pants, desks, shorts, socks, sticks, sweets.